した土石流の被害が一夜明けて徐々に見えてきました。断続的に雨が降り、二次災害が懸念される中、懸命の捜索が続いています。ようやく被害の全貌が明らかになってきました。すべてをなぎ倒し、泥の道を作ってしまった土石流。およそ130軒もの建物を飲み込みました。警視庁の案内のもと、規制線の中まで入れていただいています。シャベルなどを持った捜索隊員が数多く山の上の方から階段で降りてきました。この場所では警察の先導のもと、安全を確保して撮影しています。海沿いの道から少し上がったところです。多くの捜索隊が活動を続けています。車道には大量の土砂流れ込んできています。道の脇に止めてある車がぶつかったんでしょうか。フェンスも大きくひしゃげていて、車は泥を完全にかぶっています。そしてその手前にはですね、何でしょうか、車は何でしょうか、もう跡形もないぐらい泥に押しつぶされている様子です。そしてこちらのご自宅、お店でしょうか、ドアが割れてガラスも割れて、中に大量の泥、さらには木材が流れ込んでしまっています。今日、静岡県熱海市伊豆山地区、災害から一夜が明け、時折雨が降る中、警察や自衛隊などおよそ1000人体制での捜索が再開されています。発生から一夜が明けましたが、現場はまだ雨が降ったり止んだりの状況が続いています。地面には道路を川のように濁流が流れています。そしてその中を自衛隊員ら数人が住宅を回って、今安否の確認を進めています。災害救助犬も泥にはまるほどの過酷な現場です。土石流ではこれまでに女性2人の死亡が確認されたほか、現時点でおよそ20人の行方が分かっていません。いや、外で悲鳴が聞こえたからね、女の人の悲鳴と、はい、それから轟音が聞こえたからね、一気に来たんですよ。高齢の母がいますから、はい、それが頭いっぱいで、これでお母さんいくつぐらいの方なんですか。もう今年いっぱいで100なんですけどね、はい、背負って行ったんです、上まで。山上見てみますと、家が傾いていたり、山肌がアーになっている部分も確認できます。そして斜面の上の方からこちらの方に川が流れています。河口部分も今も茶色く濁った水が激しい勢いで流れていて、周りには車が埋まっていたりもします。そして海もですね、かなりの部分が茶色く濁っています。懸命の捜索が続くと、その時、今午前9時30分頃です。ビルの中にいた男性が一人、警察官によって救助された模様です。また土砂が流れ込んだ伊豆山港付近では、海上保安庁による捜索が行われています。誰かいますか。これも平道ですか。平道の前